どうも、お酒を二十歳になってかまわせやんです。おはようございます。はい、頑張れカープ優勝までカウントダウンということでね、ナイスタイミングでありがとうございます。まずはね、ここ最近です。本当自然災害が多くて、先日も北海道の方で大地震、その前もね大阪で台風ということで、私も西日本豪雨ねもろに被害を受けましたし、東京オフ会の時のね、前日にも大きい台風が2つ来てて、新幹線が統一動くかどうか微妙ということもあったりして、本当ね、いやもう災害だけは勘弁してくれと最近思うところであります。チャットの中でもね、北海道とか大阪の方がたくさんいらっしゃって、停電で大三国志できないとかね、そういう、悲痛な叫びもありながら、なんかね、本当でも本当に 何が大切かと思ったらまず自己防衛ですよね。普段から備蓄はまず、僕も結構バッテリーは今3個かな、備えてますし、食料とかね、水とかっていうのは置いてはないですけど、そういうのは大切なのと、あとはね、外に出ないということじゃないですか。僕はテレビとかよく見てたんですけど、もうもろに台風とか来てるのに皆さん結構なんか出てて、それはしょうがない、用事とかもあるかもしれませんけど、命をかけてまで、出ることなんてあるのかなって僕は個人的に思ったりするのでね、結構僕は引きこもるので、仕事とかねある方もいらっしゃると思うんですけども、そういう時は会社がねもう休みにするとか、そういう判断がね必要なんかと思いますけどもね。広島の方まだまだ復興がね進んでないところたくさんあるので、はい、大変ですね。はい、さて次はお酒の話ですけども、先ほどちょうど上にね、カープのカウントダウンが出ましたけど、あの店でね最近その、復興支援も兼ねたかもしれないんですけども、そのジムビールハイボールが1杯100円って、夕方5時から7時までかな売ってるんで、僕はねよく通っております。で今ね濃いめのハイボールって僕挨拶で言ってますけども、最近49っていうお酒にハマってまして、高純度ウォッカ 99.99% 使用で、アルコール度 9% の、濃いめのね、お酒なんですけど、これがねほんと美味しくて、なんかやっぱ市販のチューハイってなんかちょっと余ったり、なんか混ぜてるんでしょうから、ちょっと妙な甘さというか違和感みたいなのがあるんですけどね、それがこれを飲んだらなくて、ほんとすっきりして、キレがあって、なんで最近はそれに氷で割ってね、ロックで飲むみたいなのがもうずっと続いてます。すいません、濃いめのハイボール最近飲んでません。49でもそれでもね 9% って強いんで、お酒弱い方にとってはねちょっときついかなと思うんですけど、お酒大好きな方にはねおすすめします。なんか結構品切れのところも多いみたいでね、はい、札幌参加出てますかね。はい、よかったら飲んでみてください。で第三国志、本題ですね。第三国志ですけど、第一サーバーは戦争が終わりまして、私は敗戦国の方ですねありました。ようやく攻められることもなくなってきたので、分譲を立てまくってね、ちょっと土地をお借りしたりして、これからね、レベリング、していこうかな。今後何が起こるか分かりませんしね、やっぱ5年は完走しておきたいなと、これは絶対、ということですね。やっております。22サーバーは相変わらずレベリング中ですね。菅野東卓のゾンビ隊、これが間もなく完走というところに来ております。今後ね落葉決戦とかもありそうなので、こちらもね、レベリングしていきたいと思います。はい、そして42サーバーでございます。はい、42サーバーは今日で7日目でございますかね。7日目に入りました。白レベルがちょうど7にね到達、これ5日目で到達したんですけど、5日目到達しまして、ほとんどもう無視して今兵がレベル5という形で来てまして、最初に使ってた1軍はもう捨てて、今2軍のね角化隊、角化隊を角化じゃない角隊を、1軍に切り替えてやってますね。ロシュク前全員置いて、真ん中は誰でもよかったんですけど、長官がたまたまいたから埋め込んでるだけですね。はい、
リジとかロシクとか、まあね、贅沢言えば新楽とか細分岐とかもいいんでしょうけど、まあ、こんな感じで、まあ、1万弱の兵力で今ちょうどね、殴りに行ってます。はい、でね、僕のその今ジェネレーションギャップというか、S3、S4 の感覚がもう染みついてるから、これじゃあ相当きついんじゃないかと、レベル5のね途中、まあトレードとしてもほぼ半壊、みたいな感覚かなと思って先日再アタックしたんですけど、まあこれですよね。レベル3のね、星3武将の変態ということで、あれと思って、 S3、S4 とかね、あの星4で結構強戦法積んできてるじゃないですか。で、毎回ねシーズンごとに敵が強くなるっていうのは認識はしてたんですけど、あれこんなに弱かったっけっていうね、いうことを改めて思いました。というかシーズン1の記憶なんてもうないですからね。最初の方とかもわちゃわちゃやって、なんか右も左も分かるままただ同盟を渡り歩いて、まあ、後半になってまあようやくこのシステムとかが分かってきたっていうとこなので、まあね、私も本当記憶にないんです。あの頃がレベル5の土地をどう取ったとか、どういう舞台でやったのかっていうのはね、全く記憶にございませんので、はい、ですのでね、さあちょっと遠投にはなりましたけど、まあ遠投まではないかな、ちょっとね殴りに行ってみましょう。鉄ね、鉄がちょっとね不足してるんですよね最近。で鉄は、まあ、いけるんじゃないかなと。よし、ドン。さあ引き分けていく。まあこれ正常、お1万か、あー削られた。まあ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 許容範囲でしょう、2000。まあ正常費用をね荷積みしてますからね、まあ攻撃力を抑えてでもね、火ダメを少なくしたいので、はい、あと角でゴリゴリ、まあ、正当撃性を分析できたんでね、まあ、それを積んで今やってるということでございます。はい、まあ、戦法が辛い、とにかく戦法がない、うん、あー辛いなー。まあ水遁焚き火素化式とかね、素材はあるんですけど、あのなんせ10体集めれないっていうねきつめな状況であるので、次の戦法ね、いつ研究分析できるか分かりません。はい、で本題です。今日のね、今日の本題だいぶね、遅れましたけども、今日はね、まあさっきね、人間の天敵はまあ自然災害ということではあるんですけども、五連の天敵、これについて今日語っていきたいと思います。 S4 ですね。はい、でね、ほんとまあ戦争、まあ負けたんですけども、まあその中で五連はね、もちろん一軍としてどんどん、出撃していったんですけども、まあね、まあ勝率で言えばまあ五分五分ぐらいですかね。でまあミラーマッチ対五連でもまあまあ僕速度ぶりにしてるんで、ほとんど、まあ、結構格上でも勝ったりしたり、まあ負け、格下でも負けたりすることもあって、まあまあそんな感じと。で軍派とか騎馬とか、まあそこら辺は僕は勝率は良かったんですけども、はい、僕はね怒ってるんです今日は。はい、こやつです。ドンカンね、S4 カウンですね。こいつがね、本当に勝てなかった。1勝ぐらいしかしない。1勝10敗ぐらいかな。本当にこれはね、ちょっとクレーム言いたいっす。はい。これ見てください、まずね。こやつの戦法です。こういう戦法がね、エグタエグオンなんです。久々言いましたけど。まあ、指導戦法なんですけどね。まあ、まずね、まあ、距離5で、まあ、3体に猛攻を仕掛けるのはいいんですよ。猛攻を仕掛けるのはね。そっから3体にさらに猶予状態を与えるという。ですんで、まあ、指揮戦法プラス手動戦法で戦う5連にしたらもう、きつい。ね。で、これ発動率 40% だとっていう話ですよね。ちょっとこれは下方修正お願いしたいんですけど、ちょっと強すぎでしょ、こういうやつ。なんかカーブがもうちょっとシーズン、もうちょっと後でなんか活躍するよみたいな。ことを聞いたことあるんですけども、いや、これは強い。強すぎる。で、こやつにね、将兵9戦つけてるんですよ。強い方は。で、準備ターンを削って、即撃ってくるっていうね。この読み方わかんねえけどね、この戦法の。いやー、これだけにはもうね、当たらん方がいいっすよ。五連を持ってる皆様方。まあ、これに対策するね、もしかしたら戦法っていうのもあるかもしれませんけど、いやもうこれだけほんと萎えた今回の戦争だから、そのカーンに対する怒りというか、その今両毛先生を狙ってたんですけども、
もうこれからはね、もうカーン先生を、狙っていきたいと思っております。でも S4 だもんな、俺。え ?S4 かな ?S4 限定かな、きついなぁと思っておりました。と、もう一つね、これだけに渡るなっていうのはね、新ゾンビ隊です。はい。こちら。はい。各劉備長期ですね。もうこいつらもほんと削れねえ。僕がね、22で持ってる、いわゆる、初期のゾンビ、ですね。高月星、劉備、関東卓ですね。これよりね、えぐいんですよ。もう削れない、とにかく。まあもちろんこの、新ゾンビ隊に関しては多分汎用性高いから、どの部隊にも多分結構ね、強いと思うんですけど、まあ5連に対してもまあ強い。まあもちろん、まあ長期は弓ですけどね、劉備と、核が歩兵ですから、まあ相性的にはまあ、兵士的にも悪いですしね。まあ削れんかったですね。まあボロ負けすることはなくても、まあほぼほぼなんか引き分けとか、で削られて、1戦目は2戦目以降はもうさらに削られて、じりじり削られて、でも撤退しなきゃならないっていう状況があって、まあやっぱ新しい武将というのがやっぱ強いなっていうかな、まあ活躍してんねっていう印象を受けました。ほんとね、まあ五連対策っていうことで今ね、やられてますけども、もう五連がもはやね、一強とかそういう時代もなくなってますよ。どれも強いし、ですね、しっかり別にね、まあ量もなくてもね戦える時代ではありますけれども、でもまあ新武将を手に入れるかどうかっていうのはね、また別の話で勝負を引いていかなければならない辛い戦いが待ってるわけですからね。きついですね。まあ本当ね、まあ僕も5年手に入れた限りは、第一サーバーの方はね、カンスとして、いきたいと思いますし、まあ、なんとかね、まあ、しっかりそこら辺偵察とかね、味方の情報を得ながら、しっかり、優位部隊で打ち勝っていくっていうのをね、基本をね徹底する必要がねあるのかなと思います。はい、ということで5連ね、食のカウント、新ゾンビ隊、皆さん気をつけてください。あと最後に、そうそう、最近さ、全然別の話なんですけど、ピースウォーカーさんこと、ヤトさんですかね、ヤトさんって方が、まあ、ちょいちょい前からね、動画上げてるみたいなんですけど、最近なんか、自分に絡めた動画を上げてるようですので、最初のね、どうも、お酒はたちなってかまさやんですっていうのも、なんかそこら辺もなんか似たようなことをやってらっしゃるということなのでね、概要欄にリンク貼ってるので、まあいつさばから知ってる方なんでね、はい、いつさばの1シーズンから知ってる方なんでね、もしよかったら見てください。まあ配信者が増えることはね、いいことなんで、これからも第三国志が盛り上げればいいかなと思います。はい、ということで、お酒はたちになってからまさやんでした。ありがとうございました。